はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、引き続き徳川攻めやっていきましょう。で、前回までにこちら畿内の方まで進出することができましたね。で、現在東の飛び地はというとちょっと防衛に苦しんでるというところでございます。さあ、それでは引き続きやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、現在真田家と徳川家の戦いは継戦7ヶ月ですね。まだまだできるということで、じゃあ引き続きやっていきましょうか。じゃあ対面使っていきましょう。足川セレ行きましょう。はい、我に続け。さあ行くぞ。さあ、お前らわしに続け。いや、足川セレンドーンからの、そうだな、いやー、表裏卑怯軍略は次の徳川の戦いまでに取っておこう。じゃあまずはじゃあこっちから4万5000出せるか。4万7000が出せる。じゃあここ8万山行きましょうか。前進せよ。現在上杉海賊がこっち沢山行ってんのか。いや待て、じゃあ上杉海賊に8万山行かせて進むぞ。こっちの4万7000に沢山行かせましょう。前進せよ。で、こっちの方岩櫃城がちょっと守りが厳しいので1万4000か。もうちょっと集まれないかな。行きましょう。徳川家康、今度は大義名分、ほんと戦意大事で、黒井城到着。黒井城は方位54日、いいでしょう。はい、三河武士。まだまだ大義名分やるんかい。さあ、どんだけ戦意大事やねん。で、こちらから出せるかな。こっちね。あ、1万6000出せるか。もうちょっと集まれない。最上家と伊達家、まあこれはまあもちろん最上家を応援します。助太刀するぞ。伊達家を攻めてやれ。行きましょう。で、今歩兵やってるから、そろそろ17000、もうちょっといるな。はい、で、こちら徳川家と浅野家、大丈夫。あー、浅野家勝った、強いナイス。さあ、浅野家も必死ですね。じゃあまあ18500ぐらいだったら大丈夫でしょう。さあ、行くぞー。我に続く。で、8万山到着。8万山は方位59日行きましょう。さあ、そしてさあ、徳川家も苦しいところでしょうね。で、福島家と同盟延長完了。さあ、そしてで、沢山到着。沢山は方位38日。はい、あ、待って、ちょっとしまった、かぶった。なので、じゃあ真田昌幸は行くぞ。じゃあこちら長浜、はい、行きましょう。我に続け。長浜は15700、余裕。で、時頼元さんが亡くなったんだね。はい、行くそばで。あ、浅野長政亡くなった。こんな時に当主である浅野長政が死亡しました。で、雪長が後を継いだと了解しました。いやー、浅野家しんどいな。で、春になりました。で、新納忠元さんが病気、大丈夫もう年だからな。報告いたします。さあ、まずはこっちだな。この7万の部隊を潰さないといけない。岩櫃城、大丈夫かな。持ってくれ、行きましょう。覚悟してもらおう。敵が城から撃って出てきました。どこの話ですかな。羽生城か。ねえ、四季なさともだよね。オッケー、ナイス。さあ、で、羽生城落としましたね。ナイス、素晴らしい。さあ、機内制圧もすぐそこまでですね。行きましょう。で、筒井家と徳川家が輪を結んだ。了解。我が領内に敵が迫っております。3番が来るんですか待って、いや、きついなこの辺の人たち出せないかな。なんか、7000も集まってる割には、どういうことだ。3万か。いやー、3万出すしかないか。61日かかる。どこ、こっちか。いざ参る。じゃあ、こっち。いやー、きつそうだな。持ってくれ。兵糧が切れる。マジか。まあ、だから、ここは、カニ太郎関、やっていきましょうか。行きましょう。我に続け。さあ、対面ポイント節約しようと思ってたのに。はい、カニ太郎関、ドン。行きましょう。はい。さあ、で、ここ戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。行きましょう。頼んだ、お願いします。はい、岩櫃の戦い、鍋島直重 VS 向井忠勝。さあ、お願いします。
なんとか、なんとか、そこ守ってくれ。行きましょう。はい、海戦岩光の戦い、お願いします。今回私は金、うずめび、そして鉄砲水、向こうはのろしが1個。さあ、なんとかのろしを壊したいところですね。まあ、だけど罠にもはめたいから、とりあえずこのまま、はい。さあ、まずはまずは、じゃあこっち側行って、はい、で、なんとかのろしを壊してもらいたい。さあ、待てば待つほど私たちが不利ということなんで、あーと、うずめび、なんだと、あー、撃たれた、大丈夫か、お命令を、てまずやりたい、こっち行こう、前、はい、あー、池田テルマさん絶対許さねえからな、で、こっち、お命令を、あーで、向こうの総大将は1302、ぐらい、油断したか、で、こっち、始めるぞ。まあ、奈落があんのね。やりたい、トヨ大丈夫か、のろし壊せる、やりたい、前へ、だけど阻止された、クソ、やりたい、向こうも分かってらっしゃる、鉄砲水かかった、オッケー、2部隊で、私はうずめびすげえな、やばい、やってやるぜ。そうだな、采配使える、よし、使いましょう、はい、修羅となりて敵を焼き、さあ、で、のろし壊した、ナイス、さあ、これでもう遠慮することはない、仕方ねえ、今のもの、総大将命令してくれ、始めるぜ、ご命令を、はい、ご命令ください、やってやるぜ、今のもの、壊滅、ナイス、やりたい、はい、前、さあ、7番潰すぞ、みんな、力を合わせよ、やりたい、でこうしようか、はい、でこう、ご命令ください、はい、敵の居所が分かりましたな、で、なんかもう変な動きになっちゃってる、まあいいや、もうなるようになれ、やりたい、前へ、覚悟しておけ、さあ、で、どうする、やりたい、おい、やりたい、この人、やっぱ馬だけに動きが早い、やりたい、前へ、はいはい、行きましょう、はい、その首、さあ、どうする、我が策をもらい受けよう、さあ、で、こっちこっち、はい、オッケー、ナイス、で、こうだな、はい、始めるぞ、さあ、そっち大丈夫、はい、始めるぞ、あ、で、現れた、はい、やりたい、で、こう、ご命令、さあ、これで回想、ナイス、オッケー、引くか、で、こっちだな、はい、こっち大丈夫か、はい、覚悟しろ、さあ、気づけば私たちがだいぶ、はい、何しやがる、さあ、用心、敵の居所が分かりました、で、総大将来た、やってやるぜ、さあ、大丈夫、で、激励、買ったのか、はい、戦の仕方、で、こっち、はい、そうか、ゲチ、はい、さあ、こっちも拒否、いいよ、ナイス、さあ、で、直江海津はこっち行こう、始めるぞ、今は引こう、で、こっちも返そう、いいぞ、かかれ、やれやれ、さあ、こっちももうやれる、オッケー、よし、やりたい、はい、前へ、さあ、いけ、ご命令を、やりたい、前へ、さあ、どうだ、倒せるか、やりたい、オッケー、ナイス、さあ、で、こっち行きましょう、はい、覚悟して、よし、ナイス、で、こう、始める、さあ、岩光城守れるか、で、激励、行きましょう、さあ、速攻で倒す、オッケー、岩光城の、ね、守った、ナイス、やりたい、セーフ、なんとか7万の部隊を壊滅させたね、破れし者は朽ちるのみ、すごい、すごい、鬼や、鬼鍋島、さあ、で、こっから逆にカウンターできないですかね、あー、でも3万いってるか、じゃあここ逃がして、かたじけない、で、この6000でなんとかできないですかね、手を打ちましょう、いや無理か、いや無理やな、こっち、あー無理か、こっちから6000か、じゃあ手を打ちましょう、まあ、とりあえずじゃあここ攻めるか、はい、さあ、いや、どうする、で、19500に減った、待って待って、待機待機、
手を打ちましょう。まあとりあえず鍋島直樹はそこで待機。さあ次はで長浜城到着。長浜は標高69位置行け。さあとりあえず長浜城進出で越前にも進出してるかな。はい。で黒い城落とした。オッケーオッケー、いいぞいいぞ、素晴らしい。でこの方を投与しまして、で逃がす。さあ本願寺京女さん45,000はね、そうですね、次はそやな、いやこの大部隊を生かせるような場所はないですか。ここがはい、北の少女行きましょう。でここ、徳川と浅野、これは浅野家ナイス新都市 おめでとうございます。で二条城兵糧攻めで落とした。オッケークリア条件満たした。さあでとりあえず、まあ、逃がしてあげて、で細川忠敏は引き続き行きましょうか。こっち行こう。はい、じゃあ亀山城行け。さあで長雨でございますね。結構被害がでかい。まあ私たちだけじゃないけどね。さあで、ああ被害めっちゃ抑えられてる。ナイス、よかった。備えあれば憂いなしで、あ、正幸様病にかかられたのですね。どうかお大事になさってください。大丈夫か正幸生きろ。で当家の意は天下に届いております。武家の棟梁として総武地令を発し、戦乱のように幕を下ろしますか。オッケー、エンディング迎えられるけど、まあ有罪焦るな、もうちょっと遊ばせてくれ。以後領土が縮小しない限り、政略の大名コマンドから言っても総武地令を実行できます。了解しました。 OK、 報告いたします。さあなんとか総武地令出せるところまで来た。はい、表情でございます。正幸大丈夫。さあで正幸様の九州丹内の移行により、そうでね、九州丹内いつの間にかなっていました。今度はまあとりあえずこっから軍事系ガンガン取っていきましょうか。はい、じゃあ軍事と商業行きましょう。でピッカン加藤清正吉弘からの兼継。はい、これにて表情を終えよ。さあそして取れるのは稲富流砲術か。あとは鉄砲獲得しようか、鉱山。はい、じゃあこれ、まああとはこんなもんすかね。よし、いいでしょう。はいよ。さあ私はとんでもないことに気がついてしまいました。こちら高遠城へ向かってるはずの雪村がここにいる何をしてるんだお前は行かないといけないじゃないか。やばい、高遠城持ってくれ。己を信じて。やばい、55日かかる。まだ行きましょう。はい、さあ間に合ってくれ。で伊達政宗、今度は竜旧約。うわ、伊達政宗が攻めてきたらどうしようと思ったら沢山落とした。ナイス、素晴らしい。立ち時を上げろ。今度はそうだな、じゃあこっち行きましょうか。長島。はい、進め。さあ戦場上限厳しいけど行きましょう。で高遠城に家康到着。マジか頑張って耐えろ。お願いしますね。はい、ここは、はい、これは何でしょう。あとここか。四季なさともだよね。オッケーさあ追い返しまして、引き続き金ヶ崎城攻め行きましょう。でこの方を捕獲したと。はい、逃がしてあげましょう。はい、かたじけない。さあ大丈夫かな、行きましょう。はい、さあどうだ。で八番山落とした。はい、勝ち時を上げよう。でこの3人をじゃあ逃がしてあげて。はい、かたじけない。なんてお城だっけ。八幡山だよね。はい、了解。じゃあ影勝、今度はじゃあ大垣行きましょうか。はい、後に続け。はい、行け。さあでこちら最上家と伊達家、そこでやってたんだ。はい、あ、最上家勝った。ナイス、いいぞ。あ、この沢田正幸、これより征夷大将軍を名乗る。異を唱える者には刃を持ってお答えしよう。いやー正幸、いやーやりましたね、上り詰めました。いやー長かったな、ここまで。で長島城オッケー、やった。一番落とすのがしんどいと思ってた長島城があっさり落ちました。オッケー。で今度はじゃあ、いやー兵数足りんな。じゃあこっち行きましょう。郡上八幡城。はい、出陣だ、行きましょう。さあでここ、戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。大丈夫、オッケー、よかったよかった、セーフ。
ください。 OK で亀山城も落としました。 OK でこの方をじゃあ逃がしてあげて、かたじけない、引き続きに、東へ行きましょう。しましょう。で1万しかいないからな。どこ行けばいいやら。じゃあここ苫山城行きましょうか。はい。で大垣城到着。大垣は水攻め65日。はい、行きましょう。いやー結構金がない。いやーちょっと兵糧が厳しくなってきましたね。なんとか頑張ってほしいな。行きましょう。はい。さあで徳川家康、ノヘセレまずい。頑張れ高登場。三河武士の。さあでそして急ぎなさい。今ぞ遅刻した分を埋め合わせしなさい。さあで大丈夫で金ヶ崎城落とした。ナイス。オッケー。でじゃあこのまま苫山城を攻めましょうか。はい。出陣しよう。細川さんな。どこ向かわせましょう。ここが、はい、勝山。出陣。勝山で合ってる。よし、勝山で合ってました。はい。で郡上八幡城到着。郡上八幡は八番か。方位34日。はい。一回確認しよう。郡上八幡城ね。はい、行きましょう。はい。でここ、シギナサードもオッケー。やったー。さあで北の少女落ちました。ナイス。で4万。じゃなこっち大正寺城行きましょう。あーで向こうの兵が引いていきました。はい。さあどうする。で苫山城到着。苫山は強行36日。いけー。さあ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 大丈夫でしょうか。で浅野家と徳川家が輪を結んだ。了解。福島家と続いて、これはもちろん福島家を応援します。助立ちするぞ。まあ、続いては、そなたにやろう。で、この方が、さあ、跳躍に応じる。はい。で、大正寺城到着。大正寺城めっちゃかかる。強行133日。ここはね、一回別のとこ行きたい。あーで、間に合った。戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。行きましょう。お願いします。よかった間に合った。はい、高藤の戦い。沢田幸村 VS 徳川家康。まあこれは勝てるか。いや多分な。不安だけど。さあ行きましょう。で回想ナイス。はい、紅の地域。さあ最後の締めをお願いします。オッケー。さあ大阪の陣では、ね、惜しくも負けてしまったが、だが今回の沢田正幸プレイでは私が勝ちだ。どうだ戦い抜く。さあでこれでカウンターいけないですかね。2万いるか。でも兵糧きついんだよな。行くぞ。こっち、あ、3万6千くるんすか。まあ行くとしたらこっちだな。はい。己を信じて。まあ兵糧は何とかしよう。前へ進め。じゃあさあな。あ、福島家からじゃあ兵糧もらいましょうか。はっ。そうだ、征夷大将軍になったわけだから、なんとか役職で兵糧をもらうことはできないでしょうか。はい、じゃあお願いします。兵糧ください。はみんな兵糧ちょうだい。はい、めっちゃ今兵糧が欲しいから。で役職授与もできるからね。で同盟延長お願いします。で堀尾家も、はい、じゃあ兵糧ちょうだい。さあどんな返事が来るやら。で大垣城は水攻め完了。了解。あ、いいんじゃないですか。じゃあまずはこちら筒井家。ここね今従属ができるということで、じゃあ福島県攻められる前にじゃあ従属させておきましょう。承知いたしました。で今度はこちら、今大正寺城を攻めてる本願寺京女さん、4万の部隊、これ騎乗させよう。ちょっとね時間かかるわこれは。さすがに。で兵糧もないし、じゃあ騎乗させます。お疲れ様、ごめんな。はい、じゃあ行きましょう。さあそして、あーっと郡上八幡城に1万7000到着。大丈夫か森近、お願いします。いやーこれきついか。戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。お願いします。勝ち戦だ。あ、勝っちゃった。まさか勝った。すごい、さすがっす。さあ行きましょう。かかれー。で敵が城から撃って出てきました。いやーこれきついだろう。いやでも森近なら大丈夫だ。行きましょうだよな。ごめんな、本当に無理させちゃって。郡上八幡城取れず。で甲府城を到着。甲府城は
強行32日か。ちょっと徳川家の調子が戻ってきちゃったかな。でこっちは3万か。まあ大丈夫でしょう。行きましょう。で長浜城落とした。ナイス、オッケー。赤子の手を切れるような。正幸はどうしような。でこの3人動揺して、あー結構優秀な方が捕まってるね。まあみんな逃がしてあげる。はい、で正幸どこ行かせるかだよな。金沢か、それか、いやまあ騎乗させるか。もうちょっと厳しい。はいはい、お疲れ様。現在桂戦11ヶ月だからね、もうそろそろ壊しましょう。はい、で堀尾家と交渉いたします。ああ、兵糧か。はい、役職慣例を要求してると。ああ、欲張りだね。まあいいでしょう。はい、じゃあ兵糧ちょうだい。で八須賀家と交渉いたします。はいはい、関東慣例が欲しいと。四国にいるのに。まあいいでしょう。うん、で兵糧ちょうだい。はい、で浅野家交渉いたします。侍どころ諸士かな。あーで兵糧ちょうだい。はい、うん、いいよ。で福島家、これは祭りどころ執事かな。うん、ちょっとわからん。まあいいや、兵糧ちょうだい。はい、いいでしょう。で前田家、表情人か。うん、はい、じゃあ兵糧、ちょうだい。はい、オッケー、めっちゃ兵糧入った。で勝山城到着。勝山はちょっと時間かかるな。はい、で、そば山落とした。ナイス、オッケー。勝ち時を上げろ。でこの方、じゃあ投与しましょう。急戦か。手を打とう。じゃあ郡上八幡城いけるかな。進むのだ。でこっち、あー2万が編成し直してるね。はい、で続いて柔道完了。オッケー、じゃあ福島家帰れ。帰れ、私たちの続きに手を出すな。さあ、でどうする。あーっと、一気が起き始めてる。壊せねば。ごめんねごめんね。すいませんでした。当家に従っている筒池の方がお見えです。はい、我らのつながりを確かなものとするため、娘を幼児に迎えていただけませぬか。ああ、いい心がけじゃないですか。筒井星にございます。正幸様を父と仰ぎ、沢田家に尽くす所存にございます。よく言った、けなげだね。で山内家神殿完了、了解。でこちら、松平家と同盟期限切れ、了解しました。さあ、徳川家との戦いから1年が経ったんですけども、長島城、そして北野庄城のところまで来れましたね。じゃあこの辺でもう壊しましょうか。いや、息が発生してしまったらもう元も子もない。はい、じゃあ壊。承知いたしました。はい、行きましょう。お願いします。行きましょう。あーと思ったけど、この部隊は騎乗させるか。でこっちの細川忠敏、あと49日かかる。騎乗させるか。はい、お疲れ様。さあ行きましょう。はい、で大垣城落とした。ナイス、オッケー。さあ、でこの6人をじゃあ逃がしましょうかね。片付けない。で一旦加計活は待機。でこっちの甲府城はどんな感じですか。あと8日で落ちる。ナイス。さあ行きましょう。敵が我が領内に向かっております。2万が来るって。いやー、まずい。さあ、で松平家同盟完了。さあ、講和が話し合われてるっていうのが分かんないらしいですね、まだ。さあ、で福島家と徳川家、これはもちろん福島家を応援します。助け出すぞ。できるだけ苦しめてくれ。さあ、で甲府城落とした。ナイス、オッケー。雪村がもらい受ける。で雪村も一旦待機。行きましょう。で徳川家と松平家、くぅまずい。松平家頑張ってくれ。できるだけ粘るんだ。しまった。松平家が取られる。もう不毛な戦いはやめよう。今講和がなされようとしているんだ。もう戦わなくていいんだ僕らは。さあ、で徳川家康、大義名分。何を企んでいる。でまだ戦意を回復しようとしている。大義名分、はいよ。で徳川家と交渉いたします。交渉すんの。金銭1000で壊してやるわって。いや、いいけどさ、そんなんでいいの。なんじゃそれ。で徳川家と和を結びました。さあ、ではじゃあ雪村は騎乗で、鍋島直重も騎乗、そして影勝も騎乗してくれ。お疲れ様。
さあ、ひとまずじゃあ私たちは内政に専念しましょうか。さあ、福島正則頑張ってね。はい、さあ大丈夫か。で、秋になります。さあ、兵糧が入りますよ。あー、一気発生しちゃったか。まずい。大丈夫かな。いや、大丈夫じゃないわ。さあ、で、報告いたします。はい、兵糧は27万。 OK、 ナイス、いいぞ。ご命令を。さあ、徳川家と講和してるということで、じゃあその間こちら吉川家攻めていきましょう。さあ、吉川 ATM あと何回引き出せるかな。さあ、前だけありがとう。で、八重掛けもサンキュー。助立いたす。さあ、みんなありがとうな。さあ、金を出せ、行きましょう。じゃあそやな、まあちょっと数が厃しいですよ。じゃあ2万。はい、己を信じて。じゃあ2万集めて、じゃあこのまま向かわせましょうか。はい、己を信じて。さあ、どうする。前へ進め。どうする。使いの者が来たようです。はい、山内家より交渉の申し出。あ、神獣でございますか。いいですよ。うん、いいよいいよ。もう、山内家、ここな。あ、そうか、ここ領土が接したからか。なるほどね。はい。さあ、いい心がけじゃ。で、こちら。徳川家と福島家、これは、あ、福島家方、強いね。すげえな。報告いたします。さあ、そして表情でございますよ。これより表情を始め。はい、表情でございます。そうですね、だいぶポイント溜まってきたな。じゃあここで軍事と論議いきましょうか。はい、ピッカン沢田正幸、そして細川雄斎からのじゃあ直重。はい、これにて表情を終えよ。で、そうですね、まだちょっとポイントが微妙に足りんかったか。あと論議もポイント足りんか。あ、超速壁起きてしょ。じゃあこれ取りましょう。はい、で、あとまあこんなもんかな。あ、電魔性、これ取りましょうか。はい、よし、こんなもんでいいかな。はいよ、ご命令を。さあ、そしてこちら、福島家と婚姻締結結んでいきましょうか。もう福島正則と戦おうとは思っておりません。あ、じゃあ次、星ちゃんと福島正則、じゃあお願いしますね。この子はさっき幼女に来た子だね。ありがとう。承知いたしました。さあ、では引き続き行きましょうか。さあ、吉川家どうするんだい。遅れる者は急。伊達政宗、琉球役めっちゃ元気やなこいつ。で、こちら、伊達家と最上家、これは、あー、伊達家勝つか。ちょっと最上家が危ないかな。で、6ヶ月ほど我らに城と将兵を貸してほしい。めっちゃ借りるね。で、これで3万私たちにくれるか。まあ、いいか。じゃあ、ガンガン福島家応援しましょう。はい、じゃあ、金銭3万ください。すまねえな。やったー。で、これで松平家滅ぼされた。許さん。で、合算と太刀を到着。これは、方位120日、強行45日。はい、行きましょう。さあ、どうする。さあ、金を出さんかい。で、伊達家と徳川家、また戦うんか。ここはじゃあ伊達家を応援します。頑張ってください。で、好意の申し出受け入れる。よかった。 OK、 仲良くしようね。で、伊達家と最上家、これは最上家勝つんだ、つえ。さあ、そしてこちら、福島家と徳川家、これは福島家勝った、ナイス、いいね。さあ、共同戦線を張っていきましょうね。で、大将権形成でございます。いいぞ、素晴らしい。さあ、今回はここまでしてみましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ペンでした。さよなら。